肌にう山本周五郎1沢木康吾は4人兄弟の三男であったが2人の兄が溶接し姉も12歳で死んだため彼は9歳で一人っ子になった沢木家は950石余りの永代老職で父は和江といい 母は同伴障子師の出でいそと言った4人の子供のうち3人まで早く取られたので皇后を育てるのには夫婦はひどく大事を取った甘やかしたとは言わないまでも相当わがままを許したことは確かでそのためだけではないだろうが彼は優れた体格と健康に恵まれながら敏感で 衝動的で傷つきやすい神経質な性格に育ったしかしこういうことはその後の彼の江戸における奉灯や帰国してから遭遇した出来事とは無関係かもしれない多くの人の中には境遇や教育によってもその性格を変えることのできないものがあるからだ河吾は17歳の年から5年間江戸屋敷で暮らした 初めの2年は藩主のそばで勤めあとの3年は留守役に預けられた永代老職の長男は大抵この経路を取るし留守役に預けられている期間がその人物の価値を決める基準となるようであった言うまでもないことだが留守役は外交官で他藩との交際や商人たちとの折衝をするため共謀に招かれたり 園を設けたりすることが多いもちろん有利にも出入りするのでつい身を誤る者も,も少なくなかった皇后が身を誤らずに済んだのは国元の母と家父の桑川五郎兵衛とそして預けられた留守役島田兵庫との巧みな庇護によるものであったがそれでもなお彼の宝刀の表を隠すことはできなかったしもう一年も江戸にいたら 無事には済まななかかったかもしれない父の数えの病死によって皇后は江戸詰めを解かれ23歳の2月に国元へ帰った帰国してから2年近い間彼は八方塞がりなような気まずい鬱陶しい気分で過ごした家庭の中では母と家父とが彼のために江戸のしかるべき筋へ奔走し多額な金を使ったということが分かって これが相当なな負担になったし、外では外で友人知キに限らず極めて多くの人が彼の宝刀ぶりを知っていて無論誇張され尾ひれがついていたが機会のあるごとに彼をからかったり皮肉を言ったり腐らせたりするのであったその中の一例を挙げると友達が56人で吉田第六の家へ招かれた時岸井平馬が嫌なことを言い出した。 沢木はもう嫁をもらうんだろうが気をつけないといけないぞと平馬が言った随分道楽をして女を知っているようだが商売女と生娘では全然違うからなすると吉田第六が「うん」と考え深そうにうなずき「それは忠告しておかなければならないよどののこともあるからな」と語尾を濁すように言った 交互は黙って聞いていたが他の友人たちも代わる代わる同じようなことを言い出した要するに新婚の夜がいかに難しく困難なものであるかということ男が不注意である場合はもちろん花嫁の体質によっては非常な苦痛と危険の伴うものであることその実例はいくらもあるし現に自分たちも多かれ少なかれ 似たような経験を持っている、などということであった。皇后は彼らがいつもの手でからかっているのだと思ったがそこにいるものの多くがすでに再退者であるのと放棟中にも女たちからそんなふうな話を聞いた覚えがあるので少しばかり不安な気分になりそれでもできるだけ平静に苦笑しながら「よどのがどうかしたのかね?」と聞き返した「それはやそう」。 よどのことは聞くな」と大六が首を振った「あれは例外だあれはあまりにひどい」「うんあれはひどい」とみんながいい岸平馬がひどいけれどもそれほどまれなことでもないんだと言った交互はひるんだような気持ちになりそれ以上は聞かなかっただが すべてがそんな具合だというのではなく、彼に同情と好意を寄せる者もいた。その一人は正直家の千夜である。彼女は交互の母の兄の娘だ。交互より一つ年が多く、幼い時から親しかった。千夜には伝八という兄があり、妻袖との間に子供が二人いた。庄司は母の実家だから、随分遠慮なく行き来をしたが、 電八は甲賀より八歳も年長なので彼にはいとこの方に親しみが持てたし千夜もまた姉様ぶって彼を甘やかしたものであったうわさなんか気にしなくてもいいことよと千夜は甲賀に言ったみんなはうさんが悪遊びをしながらボロを出さなかったことを妬んでいるんでしょうそうでなくっても悪遊びをなすったことに間違いはないんですもの 今さら人のうわさなんか気にしたってしようがないじゃありませんか。それからしばらくたってのち、千夜は彼をにらんで、コウさん、お気をつけなさい、と気を持たせるように言った。夫人や霊場たちが彼に興味を持ち、好意を寄せているというのである。ほうとうだったということが、逆に好奇心をそそるらしい。 そういう点では女性たちも相当なもので中にはあなたを誘惑してみようかなどという人さえあると千夜は告げただから早くお嫁さんをもらっておしまいなさいと千夜は言ったさもないと本当に誰かに誘惑されてしまってよ自分こそ早く嫁に行けばいいと交互はやり返した私は男だからいいが あなななたはもう26にもうにるじゃないか。どうしてお嫁に行かないんだ?」。「人のことはいいの」と千夜が言った気に入った縁がなければ30が四十になったってお嫁になんか行きはしないわ気に入らない結婚をして失望したり苦労したりするくらいなら一生独身で暮らす方が気楽である。 と、千夜は言った。それよりどうして康さんはお嫁をもらわないの随分方々から縁談があるんでしょ康吾は曖昧に口を濁した。友人たちから聞かされた新婚の話が彼を臆病にしてしまったのである。彼らの話の後で別の機会に淀の雪屋のことを聞いたが、 それものであった。要約すれば幸也は新婚の翌日とその翌日いっぱい新所の中で屏風を回したまま新妻と共に動くことができなかったというのであるそしてその後には医者とか石灰とか非常な出血などということが続きなお幸也自身は不具になったということであった。 それほど稀なことではない。という騎士平馬の言葉と思い合わせて、河合は生娘との結婚にほとんど恐怖をさえ感じるようになった。その年の9月、大谷新左衛門の家で新宅開きの祝いがあり、河合もその祝宴に招かれた。大谷は自席画廊で、招かれた客は中老以上の七家。 皆、みな妻女や娘を同伴していた。皇后のほかに、村上宗兵衛、木内平内、吉岡忠之助という3人の独身者もいたが、女性の方がはるかに多く、大層華やいだ宴席になった。その席へ行く前に、控えの間で支度を直していると、庄司の千夜が現れた。彼女はは客ではなく、 頼まれて手伝いに来たのだそうだが、交互の支度を直すのを助けながら、娘さんたちをよくごらんなさい、とささやいた。招かれた客の中の娘たちは、皆交互の嫁の候補者だ、というのである。交互は信じかねたが、チ夜は事実だと言い、しっかりとよく見てお選びなさい、とささやき、優しく睨んで奥へ去った。 後はまだ信じられなかったが、席へ着いて酒が始まると、あるじの大谷新左衛門が、沢木殿は長い江戸詰めで疎遠になっていたから、と言って彼をほかの客たちに紹介し、客は客で各自の家族、特にと思われたが、その娘たちを彼に引き合わせた。そればかりではない。やがてその娘たちは、代わる代わる出て、こと、 子歌姉妹などの芸を披露した彼女たちの改造には大谷家の嫁と庄司の千夜が当たり衣装を直すのや楽器の出し入れを手伝っていたが娘が変わるたびに千夜は素早く交互の方へ目くばせをしたすると隣に座っていた村上宗兵衛が「気をつけろよ沢木」とささやいた 田島と宮川の娘は美人で評判だがあんまり頭のいい方じゃないからなそれがどうしたというんだとぼけるなよと宗兵衛が言った俺はちゃんと知っているんだから甲賀は酒を飲むことに専念した千夜の言ったことがほぼ事実らしいと分かると酔ってしまうほかに手のないほど気づまりな当惑を感じたのである 彼は勇ましく飲み娘たちを無視したほかの客たちが話しかけてもろくさま相手にはならずひたすら飲むことにかかっていた酒には自信があったがやがて手洗いに立ち廊下へ出るとふらふらするほど酔っているのに気がついた久しくそんな飲み方をしなかったのでそれだけ体にこたえたのであろう 暗い廊下に紛れ込んで手洗い場がわからなくなり大きな声で人を呼んだすると下女と見える娘が来て忍び笑いをしながら彼を案内しこちらはうちで使うのだがと断りを言った結構だと彼はうなずいたそんな区別をしていられる場合じゃないんだから彼は手洗い場で独り言をつぶやいたり歌を歌ったりした さっぱりした気分になって、見当をつけておいた廊下を戻ってくると、途中の暗がりにかがんでいるものがあった。近寄って行って、どうしましたと聞くと、苦しそうなあえぎとかなり強い香料の匂いが感じられた。皇后はお酔いになったんですかとのぞき、相手はもっと苦しげにあえいで彼の方へもたれかかった。客の中の夫人であろう。 はすぐ脇に小座敷のあるのを見て少し横になって休まれるがいいでしょうと言い夫人を助け起こしてその小座敷へ入れてやったここで横になっていてくださいと彼が言った今誰か来るように言いますそして立とうとすると女は交互にしがみついてきた突然であり意外に強い力で交互は思わず膝をついた 女は彼を抱きしめながら片手で自分の帯をぐっと押し下げ交互の手を取って乱暴に自分の胸へ引き入れた押し下げるとき帯がキュッとなり襟の広がった胸元から香料とも肌の香りともわからない刺激的な匂いが強くにった交互は目がくらんだ吸いつくように柔らかく ひんやりと温かいちぶさの丸みと重みとが手のひらから全身に伝わって感覚をしびれさせ燃え立たせた。抑制心も意識さえも溶けてしまい、女がしめてと囁くのを聞いたが、障子をしめたのもそれからの動作も夢中のようであった。すべてが現実のようではなく、 火のような感覚と反射神経だけが彼を支配し、彼はほとんど失神した。苦痛を抑えかねたような痙攣の中で、あなたが好きだという意味のことを女はささやいた。その声は喉の奥でかすれ、聞き取るのが困難なほどわなわなと震えた。そしてさらに、前からあなたが好きであった。 という,ようにささやいたがその声はもっと乱れていてほとんど言葉をなさなかった彼は女の肌の蒸れるような暑さと甘い刺激的なにおいの中でもう一度失神した三交互は庭に立っていた女の「もういらして」というかすれたささやきが耳に焼きついていた あちら出して彼はその小座敷から抜け出し袴の紐を締め直しながら廊下を回って庭へ降りた今度は迷わずに廊下を戻ることができたし履物もすぐに見つかった祝宴はにぎやかに続いておりその座敷の明かりで庭はかなり明るかった大変なことをした 皇后は苦い悔恨と罪悪感にとらわれうろたえた。とりとめのない考えの中に自分を見失いながら猛然と立ち尽くしていた。誰だろうどの娘だろういや、娘ではないかもしれない。娘ならあんなふうにはできないはずだ。すると、誰かの夫人だろうか人の妻女だとするとどうなる 彼は長い吐息をし、どうなるだろう、と口の中でつぶやいた。向こうに夕顔が咲いていて、ぼーっと白く幻のように浮いて見えた。彼はそれが何の花とも思わず、ぼんやりと見守ったまま、同じことを繰り返し考え続けていた。そこにいるのは沢木か、とやがて廊下から村上宗兵衛の叫ぶのが聞こえた。 何をしているんだ酔ったのか「ああ」とコウゴが答えた。「今行くよ」。彼はおずおずと振り向いた。席へ戻ったが彼は目を上げることができなかった。そこにいる客たちの中に今の女がいるのである。「女は前からあなたが好きであった」と言った。 女のの方では彼を知っていたのだ今も彼の方を見ているかもしれない。おそらくその席から彼の方を見ているに違いない。皇后は群衆の前で裸にされるような恥ずかしさと屈辱を感じ、すぐにもそこから逃げ出したくなった。誰だろう誰だったろう彼は落ち着かない不安な日を過ごした。祝宴の日から 二日、三日と経つうちに、不安は薄らぐどころか、反対に強くなるばかりであった。娘なら嫁にもらえばいい。好ましくあろうとなかろうと、嫁にもらえば過ちの償いはできる。しかし娘ではなかったようだ。自分で帯を押し下げ、彼の手を取って胸へ引き入れ、そうして大胆に抱きついてきた態度は、 どううしても娘のようではなかったするとするとどうなる彼女はどうするだろうたとえ酔っていたにしてもあれほどひたむきな情熱を持っているとすると一度限りで済むとは思えない彼は江戸における法灯の経験で女がそういう情熱を持った場合一度限りでは済まないということを知っていた 誰だかわかればいいんだ。と、河吾はつぶやいた。相手さえわかれば、なんとか手を打つことができるんだ。彼は女が何か言ってくると思った。母の磯女は大谷家の祝宴の意味を知っていたのだろう。誰か気に入った人がいたかと聞き、もういい加減に嫁を決めなければいけない。とせき立てた。河吾は思案に余って、 ほかの,のことならともかくこういうひめごとを打ち明けるにはちやのほかになかったからであるちやはこうごを愛想よく迎え「誰かいい方を見つけて」と微笑した「それどころではない実はとんでもないことになったのだ」とこうごは答えた「どうしたの何がとんでもないことなの?」 何があって、それが、とコウゴは口ごもり、自分でもそれと分かるほど赤くなった。赤くなったりして、嫌なコウさん、とチアはにらんだ。さっさとお話しなさいな、どうしたというのコウゴは思い切って話し出した。すると、終わりまで聞かずにチアは、まあ、いやらしい、と両手で耳を塞いだ。 まあいやらしい。いやらしいこうさん。チアは奮然とした口ぶりで言った。そんな話聞きたくもないわ。聞いている方で恥ずかしいわ。よしてちょうだい。皇后は謝った。チアの口ぶりがあまり激しく、容赦しない調子だったので、彼はすっかり浪漫し、そのまま立って帰ろうとした。するとチアが、お座りなさい。 と呼び止めた「いいからお座りなさい」と千夜が言った彼女の目にはもう斜面の色があった「しようのない人ねしようのない人よコウさんは」とチアは言ったそれで一体どうなさろうというの?「どうしたらいいか」と彼は口ごもった 母には嫁を決めろと責められるし嫁をもらうにはその方を解決しなければならないしね。なぜ解決しなければならないのだってその人が黙っているかどうかわからないもの。と彼が言った嫁をもらってからその人があの晩のことを言い出しでもしたらみんなに迷惑をかけることになるからな。 いい君だわ」と千夜は彼をにらんだその心配は十分にあってよ前から好きだったなんて言ったとすればこれからも会おうとしてきっかけを狙っているに違いないことよいい君だわ分かったよとウゴは我慢を切らしたそのほかに言ってくれることがないのなら私はもう帰るよ言うことはあってよ とチアは初めて座り直した。真面目に相談をしましょう。あの晩は私もお手伝いに行っていたから、ことによると見当がつくかもしれないわ。あなた、その人に何か特徴があったら思い出してごらんなさい。河吾は思い出そうとした。暗い庭の向こうに白くぼんやりと夕顔の花が咲いていた。 だがあれは後のことだ。女とは関係がない。あの小座敷を出た後だ。千夜は彼の顔を見守り、交互は首をかしげた。特徴と言えるかどうかわからないが、とやがて彼が言った。かなり強く体がによっていたのを覚えている。四。肌の匂いなの それとも香料なのわからない。どっちともわからないが、かなり強くによったことは確かだ。チアはため息をつき、心細いのね、とつぶやいた。それからしばらく、何か思案していたが、そうね、と言って交互を見た。こうなさいな、とチアは言った。あのとき集まった客の家を、 順に尋ねてみるの。そうすればわかるかもしれないわ。どうしてわかるその人の家へ行けばきっとその人が出てくるわ。そして何か目がおで知らせるかもしれないしさもなければその匂いでわかるかもしれないでしょう。それが一番早い。その他に手だてはない。そしてその人がわかったら。 改めて相談することにしようとチアが言った。ウ后は考えていてようやくうなずいた。うんと彼は言った。試してみよう。彼は言われた通りにした。その人とはっきり分かることも恐ろしいような気持ちだったが、分からないままで絶えず不安に悩まされるよりもいいと思ったからである。しかし結果はとろうだった。 どの家でも彼は歓迎され、定調にもてなされた。いつか千夜は、女性たちが彼に興味を持ち、好意を寄せている。と言ったが、訪ねた家では主人よりも、妻女や娘たちの方が主に彼の接待をした。もちろん、甲胡は永代老職の若い当主であり、これから嫁を選ぶという立場だから、 好奇心だけの簡単であるはずはずないむしろもっと現実的な意味を持っていたであろうが、それらの女性たちからは、これとおぼしい人は見つからなかった。疑えば疑える人もいたし、香料なども似たように感じられるものがあった。タち位のとき、ほのかに香ってくる匂いは、どれも似ているようであり、またどれも違うようであった。 もうしようがないわ」と千夜は報告を聞いていった「度胸を据えてお嫁さんをもらいなさい」何か言ってきたとしてもその時はその時でどうにかなるわよそうはいかないよ男は度胸よ当たって砕けなさいそうはいかないよと彼は首を振った嫁に来る人を傷つけるわけにはいかないからね もう少し様子を見ることにするよ。そうして彼は待った。交互にとって、その年の冬ほど寒さが厳しく、北風の吹き続いた試しはないように思えた。彼は家の中に引きこもって、今日もなく本を読んだり、字を書いたりしながら、いつ投げられるかもしれないぶてを待って、時に度胸を据え、多くは不安な、 落ち着かない日々を送った年が明けて3月になったある日交互は一通の署名のない手紙を受け取った不思議なことに彼はその封書を手にした時恐ろしさよりも一種の安堵と喜ばしいような感情に侵されたそれは待っていた恋文を受け取った時の感じに似ていたようやく幕か。 と彼はつぶやいた。これでようやく幕になるわけか。交互は封を切った。その手紙は短いものであった。私はあなたが好きだったがあなたには私がわからないようだ。あの一夜のちぎりは夢だったと諦めよう。私のことは気になさらずに、いい方があったら結婚してもらいたい。 あなたが独身でいるとかえって未練が残るからという意味のことが明らかに主席を紛らわして書いてあった誰だろうと交互はつぶやいたこれだけでは誰だかわからない娘だろうかそれとも人の妻だろうか手紙は外から門内へ投げ込んであったという使いのものでも持ってきたのなら別だが これではその主の探しようがなかった。皇后は手紙を持って庄司へ行った。チアはその手紙を読むと手が変えてあるわね。と言った。いいじゃないの？諦めるって書いてきたんです。ものとチアが言った。これで大丈夫よ。いいからお嫁さんをおもらいなさいな。しかし、誰だかわからないとなるとね。 そんなこと忘れなさい。自分のことは気にするなって書いてあるじゃないの。これでも安心ができないとすると、うさんは男とは言えなくってよ。人のことなら何とでも言えるさ。育児なしね。と千夜は彼を睨んだ。女一人ぐらいがそんなに怖いんですか。江戸で散々遊んできたくせに、今さらそんな殊勝なことが言えたぎりではないでしょう。 しっかりしなさいそうして手紙を交互に返した交互はその6月に結婚した相手は梶井藤右衛門の次女で年は18歳名は小雪と言った梶井は300石余りの物頭でもちろん大谷家の祝宴に招かれはしなかったあの時招待された客の中からは どうしても嫁を選ぶ気になれなかったのである仲立ちをしたのは中老の瀬川一郎兵衛で仲人役は大谷新左衛門が買って出た祝言には無論庄司の家族も来千夜は交互の支度を助けながら「よかったわねおめでとう」とウキウキした様子で言ったあの人ならきっといいお嫁さんになるわ こうさんもいい旦那様にならなければダメよ。それが問題さ。こうさんとチアが白い目をした。いや、違うんだ。とコウは顔を背けた。それとは違うんだ。しかし分かった。なるべくいい夫になるようにするよ。チアは気厳そうに彼を見つめ、コウは空ぜきをしながら、し下の前を食いと直した。 祝言は無事に終わり、新婚の夜は何事もなく明けた。祝言の日から3日目に、皇后はごく親しい友人たちだけ6人を招き、妻の紹介を兼ねて小坂森を開いた。彼らの方では忘れていたらしい。かなり酒が回った頃、妻が座を外した時を伺って、皇后はまず、岸・平馬に、 何か言うことはないかと聞いた何かってと平馬はいぶかしそうな目をした祝いはもう述べたぞそっちはどうだと広吾は吉田第六を見他の友人たちを見た俺は新婚3日目だ何か言うことはないのかみんな黙った広吾が真面目な顔をしているので 彼らは何事かと思い互いに目を見交わした「忘れたんだなこいつら」と甲賀は彼らに言った「ひどいやつらだ俺は真剣に心配したんだぞ」彼らはまだ分からなかった「岸井が初めに言ったんだ思い出してみろ岸井思い出してみろ」と甲賀が言った「俺が江戸から帰って間もなくの頃だ」 吉田の家でみんなが集まったとき、岸井が先立ちになって俺を脅したことがあるだろう。岸井平馬が、あ<っ>という目をした。そうか、と大六が微笑した。わかった、思い出したよ。謝れ、と河吾が言った。俺は真剣に聞き、本気で心配した。本当だぞ。 俺は結婚というものに恐怖さえ感じた今度の祝言の夜も実を言うと逃げ出したくなったくらいなんだ岸平馬が「だって我々は友情から」と言いかけ黄吾が「たくさんだ」と遮った「言い訳はたくさんだ謝れ」と黄吾は言った「新婚の夜は無事に済んだ何事もなかった」 何事もだ。困難と言ったって驚くほどのものじゃなかった。それを貴様たちは、いいから謝れ。何でもなかったぞ。いや、どうも。と吉田大六が頭を下げた。そいつはどうも。失礼。そしてみんなが声を上げて笑い出した。新婚生活は平穏に過ぎていった。交互は7月に年寄り役に任じ、 何度かたた取りり締まりを兼ねることになった妻の小雪は明るいハキハキした性分で母の気にもいったし親族の評判もよく皇后にとっても不足はなかった中1年おいて長男が生まれ仲人役の大谷新左衛門が名付け親になって鶴之助と名付けた鶴之助が生まれたあくる年庄司の千夜が結婚した相手は 国幽筆の森島樹というのだが樹は若い時から個室があって弟の大学に家督を譲り一年の大半は寝ているという状態であった皇后はそういうことは知らなかったちょっと役所の事務が多忙な時で話は聞いたかもしれないが上の空だったろう千夜が訪ねてきた時も三十白場などと言われずに済みましたね とか,らかっったたものであった何かやり返すだろうと思ったが、その時、千夜は寂しげに、そうなのよ、と微笑し、これがきっと我鍋にとじたって言うんでしょう、と言った。事情を聞いたのはその年の秋のことであった。秋といっても、8月初旬のまだ残暑の厳しい時であった。 到来もの梨がありあまりに見事だったので森島へ少し届けさせたその日は午後にひどい夕立があって交互が下城した時は小雪もちょうど森島から帰ったところだった途中で夕立にあったものですから千夜様のお召し物を拝借してまいりましたの小雪はそう言って借りてきたというその一重をたたんでいた 薄い藤色の字に萩を染めた炉の一えだったが畳みながら小雪はそれを二度ばかり鼻に当てた「千夜様を気の毒ね」と小雪が言った「森島様は寝たっきりでこの先も丈夫におなりなさるかどうか医者にもわからないんですって」「森島が?」と彼は妻を見たいつからだ「初めからです」って 千夜様はそれを承知でいらしたんですってよ」と小雪が言った「あんなにおきり料よしだし他にいいご縁もあったでしょうのにご夫婦とは名ばかりでお子を産むこともできず一生ただご病人の看護をして暮らすようなお家へどうしていらっしゃる気におなりなすったのでしょう」「その時交互の頭の中で何かが起こった」 音のような光のような何かが頭の中でくるくると渦を巻き出すように感じた「やっぱりこれだわ」と小雪はまたたたんだ一重を鼻に当て「何かしらと思ったら」と独り言を言った「やっぱりこのお飯についた匂いだったのね」「どうしたんだ」と甲胞が聞いた「このお飯物が匂いますの」 と小雪は立ち上がった。お香の匂いでもないし何が匂うのかと思ったんですの。コウゴは妻の方へ手を出しその一へを受け取って嗅いだがあの人には昔から軽い脇ががあったんだと言って妻にその一柄を返そうとして突然うっと息をのんだ。コウゴは目を覚ました。 彼は長いこと眠っていて、今初めて目を覚ましたように感じた。その萩の模様の一重にかすかに染みついているのは、あの夜の人の肌のにおいであった。あの夜の大谷家の小座敷で目のくらむようなひとときに彼を包んだあのにおいであった。わきがってもっと嫌なにおいなのでしょう、と小雪が言った。それとも、 こういう匂いもあるものなのでしょうか。これはあの人の匂いだよ。と甲賀は一えを妻に返しながら言った。すっかり忘れていたけれども、小さい自分に嗅いだ覚えがある。この匂いならすぐわかるはずだったのに、バカなものだ。何がバカですのいや。と彼は首を振り、なんでもない。 と言っって立ち上がったその匂いのことはあの人に言わない方がいいよ。そして彼は一人になるために縁側を庭へと降りていった。